第2代メルバーン主爵ウィリアム・ラムは、イギリスの政治家、貴族、弁護士、グレー伯爵退任後のホイック党を指導し、ホイック党政権の首相を二度にわたって務めた。ウィリアム四世の地位から、ビクトリア朝初期にかけて保守党党首ロバート・ピールと、政権を奪い合った。ビクトリア女王即位時の首相であり、女王の寵愛を受けた。1842年に、政界の 第一線を退き、代わって、ジョン・ラッセル卿が、保育等を指導していく。1779年にメルバーン試作家の次男として誕生。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。さらに、リンカーン放送院で学び、弁護士となる。1805年に、兄が死に、メルバーン試作家の後取りとなる。また同年に、キャロライン・ポンソンビーと結婚した。 1806年に庶民委員議員に初当選。はじめホイック等に所属していたが、1816年からトーリー等へ移籍した、妻キャロラインの不倫事件で著名となる。1827年のジョージ・カニング内閣でアイルランド担当大臣を務めた。1828年のカニングの死後、カニング派と呼ばれる、カニングの路線を継承する派閥に加わる。 ウェリントン公爵内閣では他のカニング派閣僚と共に首相ウェリントン公爵の支給的方針に反発して辞職した。その後、ウィリアム・ハスキソン指導家のカニング派に属して野党となった。1828年に爵位を継承し、貴族院議員となる。1830年のハスキソンの死後にはカニング派を継承。保育党との連携を推進し、 同年11月には、ウェリントン公爵内閣を投格した。代わって成立した保育党政権のグレー伯爵内閣に内務大臣として入閣。同内閣で行われた第一次選挙法改正をめぐっては慎重派だった。1834年7月に、グレー伯爵が首相を辞職すると代わって、組閣の対面を受け、第一次メルバーン支閣内閣を組閣した。 しかし国王ウィリアム4世と人事案をめぐって対立を深め同年11月に罷免された。公認の保守党政権第1次ピール内閣を1835年4月に総辞職に追い込み第2次メルバーン社区内閣を成立させた。改革を抑えることを条件に与党攻撃を控えるという協約を野党保守党と結んで政権運営を行った。 1837年6月に即位したビクトリア女王から相談役として信頼され、調和を受けた。1838年に盛り上がった労働者、運動チャーティズム運動は徹底的に弾圧した。1839年5月には議会掌握の行き詰まりで辞表を提出したが、公認ピールの新出助官人事を女王が拒否する事件があったため、 メルバーンが続投することになった。在任中、外務大臣パーマストン主釈の主導で、アヘン戦争や第一次アフガン戦争を開始し、また、ベルギー独立革命や第二次エジプトトルコ戦争の仲裁を行った。1841年6月の解散総選挙に、ホイック党が敗れた、結果、総辞職した。首相退任の翌年1842年に、 ホイック等々首の座を、ジョン・ラッセル卿とランズダウン公爵に譲った。退任後も、女王と親密だったが、女王の相談役は、夫アルバート公子に転じつつあったため、宮中での影響力も低下していった。1848年に死去。若い頃の肖像が1779年3月15日、初代メルバーン子爵、ペニストン・ラムの次男として、ロンドンに生まれた。 母はその夫人、エリザベース。母の浮気相手エグルモンと伯爵のことも言われる。ラムケは代々保育当支持の家系であった。イートン校を経て、グラスゴー大学やケンブリッジ大学トリニティカレッジで学ぶ。その後、リンカーン放送院に入学し、1804年に弁護士資格を取得した。ウィリアムは次男であり、 メルバーン死者くらいの継承者として期待されていなかったが、1805年の兄ペニストンの死により後取りとなった。同年にベスバラ伯爵の娘で小説家のキャロライン・ポンソンビーと結婚した。1806年にレオミンスター選挙区から初めて庶民委員議員に当選した。所属政党は当初ホイッ党だったが、1812年にはカトリック解放を支持したために、 落選の浮き目を見た。1816年に再選された際に、トーリー島へ移籍した。トーリー島内の自由主義派であるジョージ・カニングの支持者になっていった。妻キャロライン彼の名前が一般に知れ渡ったのは、1812年の妻キャロラインの修文のせいだった。キャロラインがウィリアムの友人であった詩人、バイロン男爵との不倫に走ったのである。この結果、 二人は1825年に離婚した。一方で、ウィリアム自身も、国王ジョージ4世の宝刀仲間であり、多くの女性と関係した。二人の女性から離婚をめぐり訴えられたことがある、ほどである。1827年4月に、トーリー党恩恵派とホイッグ党恩恵派による、連立政権、ジョージ・カニング内閣が誕生すると、そのアイルランド担当大臣となった。 8月にカニングが休止し、ゴドリッチ施策の短期政権を経て、1828年1月に、トーリー党主級派のウェリントン公爵の内閣が発足した。この内閣にも一応残留したウィリアムだったが、彼はカニング派と呼ばれるカニング首相の路線を支持する派閥に属していた。カニング派はカトリック問題や選挙法改正問題をめぐって、 ウェリントン公爵と対立を深めていき、結局1828年6月には、陸軍、植民地大臣、ウィリアム・ハスキソン、陸軍、植民地省事務長官パーマストン施爵、外省、ラドリー・伯爵、省商務省、チャールズ・グラントら他のカニング派閣僚と共に辞職した。ゲヤ後は、ハスキソンをリーダーとするカニング派の中の最大派閥、ハスキソン派に属した。 1828年7月22日に父の死去によりメルバーン氏借位をはじめとする爵位を継承。メルバーン氏借位はアイルランド貴族爵位だが受け継いだ爵位の中には連合王国貴族のメルバーン団爵位もあったため貴族位に移籍することとなった。1830年9月にハスキソンが鉄道事故死すると パーマストン死者と共にカニング派ハスキソン派のリーダーとなった。メルバーン教とパーマストン教は早速ホイッグ党のホランド男爵とロンドンで会合し、両党の協力を確認した。野党の結束の下、十11月15日には王室非反対同義を可決させて、ウェリントン公爵内閣を総辞職に追い込んだ。ホイッグ党嫌いの国王ジョージ世のと野党勢力の結集により、 1830年11月に、本育党、旧家ング派、トーリー分派の連立による、グレー白爵内閣が成立した。メルバーン死尺はこの内閣に内務大臣として入閣した。内閣の最優先の目標は、選挙法改正であった。しかしどの程度の改正を行うかは、閣内でも意見の差があった。大法官ブルーム男尺や王子商所ダラム男尺、陸軍、 植民地省事務長官、ジョン・ラッセル卿は、積極的な改正を希望していたが、メルバーン施策や外省パーマストン施策は、最低限度の改正を希望していた。しかし、グレー伯爵の指導力により内閣は分裂する、ことなく1832年6月に第一次、選挙法改正を達成した。1834年5月のアイルランド国境界に収められる。 境会税の転用問題をめぐって閣内は分裂し、転用に反対する陸軍、植民地大臣、スタンリー・キョーラホック・党右派が離党したことで、グレー伯爵内閣は1834年7月に総辞職した。グレー伯爵は国王ウィリアム4世に公認の首相としてメルバーン主尺を推挙した。これは退任する首相が公認の首相を国王に推挙した初めての事例と、 なった。しかし、ホイックザ派のジョン・ラッセル教を、庶民院内総務にすることに反対した国王、ウィリアム4世とメルバーン施策の対立が深まり、国王は1834年11月14日には、メルバーン施策を罷免したため、この第一次、メルバーン施策内閣は、短命政権に終わった。もっともメルバーン施策にとって、罷免は計算のうちであったという。というのも、 少数党の保守党政権をわざと誕生させることで、その無能さを晒し、すぐに政権復帰して政権の安定化を図ることができると考えられたからである。組閣までの経緯ウィリアム4世は保守党のウェリントン公爵に対名を与えたが、ウェリントン公爵は保守党庶民院院内総務、サーロバート・ピールを推挙し、イタリア訪問中のピールが戻るまでの暫定という、 条件で組閣した。1834年12月に第一次、ピール内閣が樹立された。ピール首相はウィリアム4世の勧めで、解散総選挙を行い、保守党の議席を多少回復させたものの、選挙後にメルバーン施策は、ホイック党、旧新派、オコンネル派の野党共闘関係を成立させ、アイルランド協会税問題で1835年4月に、 ピール内閣を総辞職に追い込んだ。ウィリアム4世はメルバーン死者を嫌い、信頼するグレー伯爵に祖閣の対名を与えようとしたものの、恒例により政界引退を決意していたグレー伯爵は対名を廃止し、代わりにメルバーン死者に対名を与えるよう助言した。その結果、第2次メルバーン死者内閣が成立した。保守党は、 急進派やオコンネル派が求める過激な改革を行わない限り保育党政権を攻撃しないことをメルバーン政権と密約で約場した。メルバーン主尺政権はこの密約を基礎として保守党と急進派、オコンネル派の間で均衡を取りながら6年にわたって政権を担当することになった。ビクトリア女王即位若き女王ビクトリア1837年6月20日シニアに ウィリアム4世が崩御した。首相メルバーン施爵は同日午前9時に国王の命で推定多い継承者、ビクトリア王女のいるケンジントン宮殿に参大した。ビクトリアの隠権を受け、引き続き国政を任せるとの言葉を賜った。ビクトリアは5月24日に18歳となり、成人を迎えて母ケントコーヒーや母のアドバイザーであるケント公爵家カレー、 サージョン・コンロイの影響下から脱出したばかりであり、自らのアドバイザーを必要としていた。その役割を果たすことになったのがメルバーン死者だった。女王は彼に、わずか生後8ヶ月で死別した父、ケント公の面影を見出してしたい彼もその頃息子を亡くしていたのだった。メルバーン死者は、ウィンザー城に資質を与えられていたため、 女王は40歳年上の首相と結婚するつもりなのかと噂が立てられた。メルバーン施策は1日のほとんどを宮廷で過ごし、様々な問題でビクトリアの相談に乗り、半ばビクトリアの個人秘書になっていった。彼の宣伝されたマナーと話術はビクトリアを魅了してやまなかった。二人は毎日6時間は額を付き合わせて過ごしたといい、君臣の関係を超えて、 まるで父子のような関係になっていった。この頃の女王の日記にも毎日のように、メルバーン教、エム教の名前が登場する。ビクトリアが初めて貴族院に出席して、議会開会宣言を行った日の日記には、彼が玉座の側に控えていてくれるだけで安心できる。と書かれている。チャーティズム運動取締り1838年には、労働者運動が、んになり、 劣等処遇の原則を盛り込もうとする、給品法改正に反対する運動と、工場法改正による十字間労働の法文化を求める運動が拡大して、イングランド北部を中心に、チャーティズム運動が形成されるようになった。1838年5月には、ウィリアム・ラベットによって、人民憲章が提唱され、チャーティズム運動の旗印となった。チャーティズム運動は、 人民憲章支持の署名を国民から集めて1839年7月に議会に請願するという形で進展していった。ところが、急進派も含めて議会のほぼ全議員がこの請願を拒否した。メルバーン施爵も政治改革はあくまで議会内で行われるべきと考えており、こうした議会外からの圧力運動には抑圧の姿勢で臨んだ。 メルバーン死者区は1839年から1840年にかけて500人のチャーティズム運動指導者を逮捕させている。寝出助監事件保守党の第二代、順番クサーロバートピール1839年5月、はじめにメルバーン死者区が議会に提出した、英領ジャマイカの奴隷制度廃止法案は、庶民院を通過したものの、わずか5票差という僅差であったため、 メルバーン死者は、自らの求心力の低下を悟り、5月7日に、ビクトリアに辞表を提出した。ビクトリアの衝撃は大きく、泣き崩れたという。代わって、組閣の対面を受けた、保守党書民議院院内総務、サーロバート・ピールュ人乱者は、現在保育党の議員の妻で占められる宮中の助官を保守党の議員の妻に変えることを提言して、女王に拒否された。これにより、 女王とピールの間で、寝室助官人事件をめぐって、政治闘争が勃発した。メルバーン卿は女王への所簡の中で、陛下個人の事柄なので、陛下のご希望通り主張されるべき。しかしもし、サールバートが情報できぬなら、拒絶して、交渉を長引かせるべきではないと助言した。しかし女王もピールも一歩も引かず、両者の対立が深まると、メルバーン卿は、 ピールの強引な態度に反感を持ち、保育党幹部会にも図った上で女王支持を表明した。結局ピールは5月12日にも組閣の対面を廃止し、メルバーン卿が首相続投することに同意した。翌13日には保守党貴族院院内総務ウェリントン公爵もメルバーン卿の政権運営に協力することを表明した。ただメルバンもこの事件が、 立憲主義の定触する可能性があると理解しており、留任は複雑な気持ちであったという。外交問題メルバーン施策が首相在任中、外交問題は慌ただしかった。ベルギー独立革命をめぐる国際紛争の仲裁、第二次エジプトトルコ戦争によって起きた国際紛争の仲裁、アメリカとの国境紛争、清に自由貿易を強要するために発動した。 アヘン戦争、ロシアの南下政策への対抗のために発動した第一次アフガン戦争と外交紛争が立て続けに起きた。外交問題は基本的に外相であったパーマストン主爵に全幅の信頼を置いて任せていた。パーマストン主爵はメルバン首相の妹と長年の愛人関係の末結婚しており、公私ともに親しい間柄であった。 しかしパーマストン外交のうち、第一次アフガン戦争は散々な失敗に終わり、内閣崩壊の原因ともなった。総辞職へ1841年4月に、穀物放廃止運動への情報で政権の延命を狙ったが、地主など農業利益の代弁者たちの反発を買い、1841年4月に提出した佐藤関税提言の法案は、議会で否決された。 内閣信任総統の法案の秘訣は、総辞職か、解散総選挙すべきであったが、メルバーン支社区はそのまま政権に居座った。これに対抗して、ピールは6月に内閣不信任案を提出し、一票差で可決された。これを受けて、メルバーン支社区は、解散総選挙に打って出たが、敗北した。メルバーン支社区内閣は1841年8月に、 内閣総辞職することとなった。首相退任の翌年1842年に病に倒れたことで、保育党党主職と保育党貴族院院内総務職からも退任した。公認となったのは、ジョン・ラッセル教とランズダウン公爵だった。この後もメルバーン主尺とビクトリア女王の親密な関係は続いたが、この頃には、 女王の相談役は1840年に女王と結婚したアルバート公子になっていたためメルバーン支社区の宮廷内の影響力は徐々に小さくなっていった。1845年7月にクレー伯爵が死去するとメルバーン支社区が一番の長老政治家になった。1845年末にはピール内閣が穀物法廃止をめぐって閣内分裂状態になり、 総辞職の意向を表明した。ホイックと当主ジョンラッセル教の指導力に不安を感じたビクトリア女王はメルバーン施策の力を借りたがっていたが、その頃には彼の病状はだいぶ深刻化しており、ビクトリア女王の元へ散大することもさえ困難になっていたため、政局を指導することはできなかった。結局ピール内閣は1846年6月に、 国物法を廃止できたが、保守党は分裂して、総辞職を余儀なくされ、ジョン・ラッセル教に、祖格の対面があり、ホイック党が政権を奪還した。それを見届けた後の1848年11月に69歳で死去した。数を数メがいたが共に先立たれ、メルバーン支社区の釈囲は、弟フレデリック・ラムが継承した。メルバーン支社の肖像がホイック党党首だが、 内部分裂のために、庶民院で、ギリギリの票しか集められない首相だった。そのため彼の政治的スタンスは保守党よりだった。宗教も進歩も信じず、何に対しても価値を認めない人だった。社会改革は最悪の事態を招くと考えており、善行などという考えは起こさないだけマシである。そうすれば、窮地に陥ることもない、悪人というだけで毛嫌いするべきではない。 その範疇に入る者はあまりに多い気を言いすぎると述べている。政府の責務とは犯罪を防止し、契約を保障することに尽きると語っていた。メルバーン教によれば、教育の普及など良くて、無益、貧者に教育を与えるのはむしろ危険なことであった。自由貿易は欺瞞であり、民主主義などというものは馬鹿の誇張だった。工場で労働する貧しい子供たちについては、ああ、 そんなものはただそっとしておいてやればいいのにね。で終わりだった。このように徹底した保守主義者、貴族主義者だったにもかかわらず、彼は反動ではなかった。内務大臣時代に選挙法改正を受け入れたように、政権維持に必要と判断すれば、平然と改革を行う狡猾な機械主義者だった。ビクトリアの宮廷では、貧困法制にうやうやしく、ビクトリアに仕えた。 メルバーン試着だが、首相の職務はかなりいい加減にやっていたという。呼び出された交換がメルバーン試着の部屋に入ると、メルバーン試着は本などが散らばるベッドの中で寝転がっていたり、化粧室で髭を剃っていたりしたという。また、閣議の際に居眠りすることもあった。和術が巧みだったので社交界では魅力的な人であったという。 1828年7月22日に死去した父から以下の爵位、順段爵位を継承した。ありがとうございます。